はい、そうです。ロレックスですかね。そうです。ありがとうございます。ご来店は初めてです。はい、あ、ありがとうございます。おかげなんでちょっと見ちゃいますね。はい、袋からして新しそうですね。そうですね、割と高く売れる。そうか。あ、デイトナですね。借りたのは最近ですかね。はい、最近です。3年ぐらい待ってようやく手に入れたので。ですかね。なかなかやっぱり手に入らないやつなんで、僕もすごい欲しいです。あ、やっぱ分かるんですか。デパートとかでも全然売ってない。めちゃめちゃラッキーだと思います。ちなみに先にちょっと聞いちゃっていいですか。はい。国内で来れたんですか。そうっす、いろいろありまして。うん、撮影させていただきます。まだ綺麗ですね。お待たせしました。こちらです。どうぞ。確かに。え？どうされたんですか。いや、あの、思って以上にしょ。そう、こんな作るんですか。かなりのプレミアの商品なんですよ。はい、ロレックスの方で本数をかなり多分制限されてる商品で、普通に定価で買えれば127万のものなんですけど、まあ、買い取りだとこう280万になるっていうちょっと珍しいパターンなんですけど、まあそうですよね。そういうふうに普通に思いますよね。そんなするんですね。やっぱり買いたい方はかなりいるんですけど、普通にロレックスに行っても売ってもらえない商品なんですよね。なので高くても欲しいユーザーというのがかなりいらっしゃるので、こういう金額になるんですよ。やりました。やりましたね。どうでしょう。あ、もう、はい、売ります。売ります。ありがとうございます。めっちゃほんま大丈夫。いや、まあでもあれ僕的になんですけど、ヒカルさんからパスやと思って。パス。要は、いや、あの動画で打ったら高くなったとか言ってたじゃないですか。うん、で、普通そういうのって言わなくないですか。そう言われたらまあ。だからパスなのね、まで。僕がシュート決めないと逆になんかクビになっちゃうんじゃないかなっていう。でも分かりやすいパス。ああ、もうごっつぁんゴールというか、もう絶対そんな。これはもうフリーでやっぱシュート決めないとまずいなって。なおもういいと思いますけどね。めっちゃ面白い。わかる。じゃあもうお願いします。大丈夫ですか。はい、今ご用意しますので少々お時間ない。やばい、ほんまに。これはもう喜んでくれると思います、マジで。これはやばい。ありがとうございました。